皆さんこんにちはこんばんは、えー、今日はですねこの方を応援したいという、えー、気持ちを持って緊急で動画を撮っています、えー、名前をね言うことができないんだよねこういう方ですね、えー、この方 私はねこの写真に出てるのは、えー、今年のです、ね、先月かな、えー、仙台の講演会にわざわざ私が長野から出かけて行って、えー、話を聞きに行ったんですその時に YouTube では言えない非常に重要なことを、えー、講演会で話をするということなので、えー、それを聞いてきました。で今日の話は実はその話なんだよね。 固有名詞を挙げたりすると、えー、これはね、えー、アカウントを削除されるっていう危険性があるので、えー、そこの部分に関しては、まあ、ちょっとね奥歯に物が挟まったような言い方になってしまうんですけれども、えー、できる限り、えー、本当のことを伝えるために、えー、工夫をしながら、えー、伝えていきたいと思います。 この方の youtube チャンネル、えー、名前、えー、とその後にウィズダムというね、えー、言葉が、えー、かけられた。そういう YouTube チャンネルなんです。ウィズダムっていうのは何なのかって言うとね。これ知恵であるとか、えー、知恵のね。えー、まあ、財宝というかね。知財って言うんですけど、という意味なんだね。 でなぜこの言葉について僕が、えー、私が反応してるのかというと、えー、今からねもう30年近く前に私自身がこの「ウィズダム」っていうね、えー、言葉をプロジェクトチームの中にかけた、えー、そういう研究チームを持ってたからなんだよね。 その時に私たちが行ったものでは「ロハス」というね言葉があるんですがこの「ロハス」っていう言葉自体をいち早く日本に紹介したチームが私たちのウィズダムムチーだだったんだよねそういうことがあったので私はこの方が「ウィズダム」っていうね言葉をわざわざ YouTube に掲げてる意味が分かったのでこれを応援したいと思っています。 でなぜ、えー、緊急動画を発し、えー、たのかというと、えー、昨日ですねいきなり彼の、えー、チャンネル登録者数が50万人を超えるメインチャンネルが突然削除されてしまったんですよ。それだけではなくってセカンドチャンネルも削除されました。 そしてこれはね t w i t t 今「X」といいますが「X」の彼のツイートを見て知ったんですがこれはまずいので「サードチャンネルを作りますのでサードチャンネルをそちらをご覧ください」っていうねそういう投稿があったんですがその「サードチャンネル」を作ったのもそれも削除されてしまったんだよね。これは相当大きな問題です。 えー、彼が、ね、どういう人物なのかということをちょっとだけ、ねえー、ここで解説をしたいと思います。えー、YouTube、えー、チャンネル登録者数49万人超ええー、総再生回数1億8400万回超ええー、これは、ねえー、2022年3月8日時点の、えー、これは記録です。のカリスマ国際情勢 YouTuber。 ほぼ毎日日本の大手マスコミが報道しない国際政治経済の最新情報を配信しており小学生から80代まで幅広い人気を誇る、えー、YouTuber だということですね。2021年よりニコニココチャンネルも開設、えー、どういう人物なのかというと1960年、神奈川県出身、えー、上智大学文学部卒業。 国際キリスト教大学大学院行政学研究科修了その後メルリ・リンチインベスコ・アセット・マネージメントといった大手金融機関に勤務した後幸福の科学に出家宗教家という顔も持つということなんだね。 でね、この方がね完全にマークされてしまっていて彼の言論を統制される状況になってしまったということなんですよ。これはね非常に、えー、有識問題大問題だと私は捉えています。ですので ここでね私も言えることと言えないことがあるんですよ。というのは私自身が本当のことを伝えてしまったがために昨年私のアカウントも削除されるということがありました。なのでここここののののねね情情報報本当のことととを伝えるる危険性っていうことがよよくわかってるんだよ、ね、でなぜ彼が削除されたのかというとおそらくこれが原因だと思います。 でえー、これ皆さんよく知っている、えーまあ、世界的な、えー、機関ですよね。で基本的には信頼を持った機関なんですがこれが非常に今暴走を始めているということを彼はそれを皆さんに伝えようとして水面下であるプロジェクトをやってたんだね。 で、えー、彼とそして有名な政治家が2人この有名な政治家はねどちらもねそして、えー、4人目は、えー、日本人だったらほとんどの人が知ってるんじゃないかという超有名アーティストミュージシャンですね。 えー、作詞・作曲ができる有名な、えー、もうミリオンヒットを飛ばしている、えー、アーティストがやはりこれはまずいんだということでそれを伝えるために活動しようということで水面下でで動いていいてたととうことなんですそしてもう一つこの組織をに対抗するためにこういう組織を、えー、が日本の 日本で2月にできたんだよね。W なんたらジャパンという、えー、名前の組織なんです。で、これの、えー、まあ皆さんにね伝えるための、えー、そういう運動もしていたということなんです。これね非常に重要なことなんですが、今日本そして世界が 大きな転換点を迎えていていろんなことが暴露されるようなこと、えー、まずいことであるとかね不正なことそれから、えー、嘘であるとかそういったことが暴露されるような事態に来ていますがでもそれを暴露させようとする、えー、個人的な力とかね握りつぶそうとする力も大きく働いているということなんですね。 えー、そのことが、えー、今回の大きな問題だと思っています私自,私自身は、えー、この YouTube でもねそして、えー、その「本田」のことを知ってもらったために今まで嘘やそれから洗脳されてる人たちが解き放たれて自分たちの未来は自分たちで作るんだっていう人を増やしたいと思ってるんだよね。 なので、えー、そういうね、えー、ことを、えー、危険を顧みず、えー、今日はお話をしましたこれについての具体的な話は有料動画で配信をしようと思ってます、えー、この後、ね、有料動画の撮影もしていきます、えー、この有料動画に関しては、えー、本当にね、えー、今ね、ねどのくらいかな500人くらいが、えー、会員登録をしてくれて月に2本 えー、有料動画を配信してるんですね新月と満月の日に配信していますが今、えー、歯に、えー、ちょっとね、えー、なんか奥歯になんかこう引っかかったようなね、えー、そういうようなことを言ってましたが、えー、それについてズバリちゃんと、えー、情報を配信するのは、えー、有料動画でやりますので、えー、興味のある方は是非そちらの方を登録をして見ていただければと思います。 それからこういうことはねやはりね講演会のようなクローズドの,のところではちゃんと話ができるしそこに対してはね質問にもねね答えるることができるんだよ、ね、なので私の今年のこの講演会それは12月の26日の火曜日東京で行います。 えーまあ、参加費もね通常の参加費私の講演会というのは結構ね普通の講演会から比べると高いんですがこの日は、えーまあ、本当のことをちゃんと伝えてそして来年について。 備えなくてはいけないというねそういうことを伝えるのでいつもよりも参加費はリーズナブルな金額に設定していますどうぞね40名しか参加できない限定の講演会なのでこちらはね毎年年末に行うとねこれ大体満席になるんだよね早く。 えなのでこれを興味を持った方は是非そちらの方もね参加をいただければと思います。ということで今日は緊急の動画を発表いたしましたじゃあえまだねチャンネル登録をしてない方は是非チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それからこういう有益な情報をちゃんと伝えたいやっぱり応援したいと思っている方は是非お友達にも教えてください。 えー、ということでねよろしくお願いいたします。じゃあまたねバイバイ